魔法大全に記された謎が解かれ、現れた地下室で僕たちが見たものとは、街に火を放つ巨大な竜と魔女の壁画でした。これは本当に起きたことなんでしょうか。まあちょっとね、まあ信じられないことというか、まあそんなににわかには信じられない話でしたけどね。大魔女ベーゼラがなんか不思議な化け物を使ってなんか街を焼き払ったみたいなさ、なんでそんなことする必要があったのかもよくわかんないし。その後、魔法鬼さんと別れた僕たちはパン屋さんへ向かうことにしました。まあでもね、魔法鬼さんが、魔法鬼さんちょっと心配です。魔法鬼さん一人でね、あの、クロワおばさんに頼まれたあのミルクを買いに行くみたいなのね、ちょっと使いに行ったんですけど、ま、魔法鬼ちゃんがちょっと、魔法鬼さんがちょっと心配というのもありますが、あの、ストーリーテラー様のね、あの、予言にもあったあの、若い二人がね、あの、夕暮れ時に、あの、ちょっと襲われるみたいな、そういう予言もありましたので、ま、おそらく我々の方が危ないんじゃないでしょうかね。っていうのもありますが、じゃあね、まあ、帰りましょう。とりあえず、まあ、帰っていいでしょうかね。帰りますか。帰りましょう。先生、パンのいい匂いが漂ってきますよ。クロワさんが焼いているのかな？お店の中に入りましょう。ああ、そうだね。夜の街の状態を見て回っておくこともできるが、特に見ておくものがなさそうなら早めに戻ろうか。それな、そういう風に言われるとちょっと、他も見て回りたいな。あれ？なんか素敵な女性がいますけど、この人いなかったよね。ジェヌビエーヌ。はぁ、悲しいわ。フランソワーズにアドリエンヌ。それから、リリアーヌ。そろそろ、あなたたちともお別れね。なんですかね、あれですか、ちょっと、この街から離れようとしてるんですかね。引っ越し？ここは、質屋だと思いますが、どうされたのですか？まあ、私が気になるんですね、うふふ。では、事情をお話ししましょう。ノリノリですね、なんかね。話が早いという。私ちょっとお金が必要で、訳ありなお友達を売りに来たんですの。あ、今言ってたのは人間じゃなくて、あれ？物の名前か。名前つけてんのかなんか。友達を？しかも訳あり。そう、どうやら私のお友達は、お部屋を間違えてしまったみたいで。あなた正しく入れ替えてくださる。あ、それをなぞなぞに。ちょっとね、お友達が何のことか、あ、人形ね。25ピカラット。言い出したら最後、絶対に要望を変えない人形たち。コメントボタンをタッチすると、それぞれのコメントが聞けるんだ。彼女らの要望を満たすように、A から D、4人に何色の部屋を当てがうかを考えながら人形を入れ替えてみよう。へぇー。まあ、何色がいいのかっていうことですか？ちょっとやってみないとよくわかんないな。じゃ、コメントを聞きましょうか。一番上の列に一部屋欲しいな。これ誰のコメント？これちなみに。これ誰のコメント？縦横に繋がった部屋が欲しいの。誰のコメントだ、これ。あ、右下にちゃんと書かれてましたね。誰が喋ってるか。ちっちゃく。A は、一番上の列に一部屋欲しいなと。はいはいはい、わかりました。では。お？ちょっと待って。なんか、デラーンってなったけど。でも A、今んとこ一番目の列にいないからな、これだとな。黄色。これでとりあえず行くか。あ、いや。一番上の列に一部屋欲しい。一部屋でいいなら、C。で、他のやつのコメント。B は、縦か横に繋がった部屋が欲しい。縦か横に繋がった部屋が欲しいと。今のところ B は、縦か横に繋がった部屋、まあ、ありますから、問題ないですね。で、C は左右どっちかに A の部屋があるとダメ。この C はちょっと A とあんまうまくいってないんですね。C は、ダメですね、このままだと。かなり、むしろ A を C か取り囲んでますね。
じゃあ D と。これで C は、左右どっちかに、一応守って、ダメだな。守ってないな。これでどうだ？これで？そうですね。ダメだな。これは A を取り替えるべきなのか。A を取り替えるべきかな、これは。A をじゃあ、むしろ赤にして、で、なるべく C と離すように。これダメだな。これで C とは離れたんじゃない？いいですね。いい感じですね。これで C とは離れた。じゃあ A と C は多分これで決定だと思うんだよね。D は？真下に B の部屋があると嬉しい。D は真下に、今のところは？これだとダメだな。これだとどうですか？真下に B の部屋がありますかね？ D。ありますね。あるあるある。ちなみに B ってなんだっけ？ B の願いは。縦か横に繋がった部屋欲しい。B は、いいじゃん。いいんじゃないこれで。いやー、やっぱり、大勢の人のさ、意見をさ、こう、尊重しようとすると本当に大変ですね。心なしか人形たちも満足そうだね。心なしかって満足になってもらえないと困るわ、本当に。こんだけ要望を聞いてあげたんだから。なるほど。お友達というのは人形のことでしたか。いやいやいや、いい趣味ですね。ありがとう。通りすがりの紳士さん。これで買い取り価格も高く。結局は金じゃねえか。これでお友達も満足して、新たなお家に旅立てると思うわ。今言い直しましたね。さあ、シアさん。私のお友達をよろしくね。こんな夜更けに、質屋にさ。いやー、はるばる来てもらったところ申し訳ないんですがね。うちの店だとこういったドールハウスはちょっと扱いが難しいんです。よかったですね。お友達をいらなくて済みましたよ。これで。これちょっと怖い感じに。わかりました。わかりましたよ。買い取りますから。ありがとう、質屋さん。こんな人って怖いですね。怖いわ。笑ってるのになんだか恐ろしいほどの迫力を感じてしまいました。有無を言わさぬ笑顔。こういうものだね。いやいや、恐ろしいものを見てしまいましたね。まあ、そしたらば、まあ、あとなんかそんなにね、めぼしい人がいなかったので、じゃあね、この人に話を聞きますか。この人くらいしか人いなかった気がするんだけどね。いや、こんばんは。魔法姉は一緒じゃないんだ。魔法姉さんは、そうなんですよ。今ね、ミルクを買いに行ってますけど、何ですか？魔法姉さんについての話をしたいんですか、あなたは。魔法姉さんをご存知なのですか？ご存知も何も魔法姉を知らない奴なんかいないだろう。魔法姉さんってそんなに有名な人なんだ。君たちはやっぱり変わってるなぁ。え？まあ魔法姉のことを知ってたら一緒にはいられないよな。どういうことですかそれ。なんか、そうやってさ、裏でさ、こそこそ言うのが一番なんか俺は耳っちいことだと思うけどね。それでどういう意味ですか？魔法姉さんはいい人ですね。そういう言い方ってあんまりですよ。俺だって好きでこんなこと言ってるわけじゃないんだ。いやいやいや。お前もなかなかだぞ。俺だって好きでこんなこと言ってるわけじゃないんだ。ただ、あいつには気をつけろよってだけさ。何に気をつけろって言うんですか？なんで多くは語らねえな、お前は。魚屋の隣は肉やから。こんな夜でも焼けた肉の香りが漂ってくるね。そうか。ここそういえばちゃんと調べてなかった。夜にお買い物できるのは便利です。僕たちのお金、使えないから。使えないだろうね。少しお腹が空いてきたね。食べ物ばかりに目が行ってしまうよ。あんこ、光ってますよ。奥のこれ。奥のこれか。あそこに見えるのはタコかな。炭を吐き出しそうなほど元気だ。どっからこれ調達してきてるんだろうな、本当に。ひょっ
今日の分はほとんど売れてしまっているようです。あんこは売れてないようですけどね、あんこは。では、まあまあまあ、帰りますか。魔法王さんまだ来てないみたいな感じか、じゃあ。おやおや、お帰り。夕飯の準備はできているよ。わあ、ごちそうですね。あ、やっぱりなるほどくんとか、まゆちゃんもいるんだね。一緒なんですね。あれ、魔法王ちゃんは実はミルクを買いに行くと言って、途中で別れてしまったのです。まだお帰りではないのですか？あら、そうなのかい。無理に頼んじゃったかしらね。これで心配で、レイトンさんとルークが駆けつけて、そこで魔女に遭遇するみたいな流れなんじゃないでしょうかね。すみません、引き止められればよかったのですが。レイトンさんが気にすることじゃないさね。生き慣れている近場さ、すぐ帰ってくるよ。先に食べながら待とうじゃないか。なるほどくんとね、ちょっとね、いろいろ話はしたいですよね。いや、やっぱり食事はみんなで賑やかに食べると美味しいよね。なるほどさんもパン屋始めて長いんですかね。いや、なんかちょっと変わった口調をしてらしたから。僕、こんなに深い味わいのジャムパン食べたことがないです。魔法根さんも早く帰ってくればいいのにな。そういえば魔法根ちゃんと大図書館に行ってきたんですよね。そうなんですよ。ちょっとね、ちょっと秘密をちょっと探りに行ったんですよ。この街のね。何か調べたいことでもあったんですか？それは、謎ですよ。それ真実をね、追い求めてるんですよ。あなたも、そうなんじゃないんですか？謎？ええ、この街の謎を調べるためにね。はぁ、謎ですか。なんか謎って街で流行ってるみたいだよ。なるほどくん、知らないんだ。私もよく知らないけど。5年間ここにいるのに？おかしいな。僕たちパンばっかり焼いてるからね、そういうのは一生縁がないと思うな。なるほど、お二人は謎については詳しくないようだ。ねえねえ、レイトンさん、私たちに教えてくださいよ、謎のこと。ええ、お安いご用です、ミスもよい。しかし謎は言葉で説明するよりも、実際に触れてみた方が興味も湧きやすいでしょう。ナルト君とか得意そうだけどね。一つ簡単な例を出してみます。お二人に考えていただきたい。またパンか。さて、ここに細長いパンが二つ並んでいます。これを数字の11に見立ててください。見えましたか？見えました、はい。強引にね。うん、そういう風に。あ、見えました。なるほど。これが謎ってやつなんです。いや、まだ違うと思います。いやいや、ミス迷い。謎の出題はこれからですよ。お二人にやっていただきたいのは、これを11よりも少ない数字にすることですよ。え？ゼロですか？だからパンを食べちゃってゼロにするみたいな。少ない数字ですか？それならパンを一つ取ってしまえば、うん、そうですね。ただし、全く同じ細長いパンを新たに追加することが条件ですよ。え？全く同じパンを追加するんですか？一本だけ？追加するのに減っちゃう。まさに謎って感じ。あ、もしかして、パン屋の僕なのに、分かったかもしれませんよ。あ、さすがなるほどくん。こうやって、横にパンを置けば、1-1 で、0になります。お、賢いんじゃないですか、これは。いいんじゃない？ダメだよ、こんなの。誰が見ても H だよ、なるほどくん。エッチだな、なるほどくんは。なるほどくんもエッチだな。うるさいな、僕にだけは 1-1 に見えるんだよ。計算式にして数字を減らしてみる。その考え方はとても面白いです。そうですか。ね、賢いから、ナルド君は。え、謎には今のような柔軟な考え方が必要となるのです。さあ、もう一ひねりです。あ、今のが正解じゃないんだ。柔軟な考え方か。よし、じゃあ、次は私の番だからね。やっぱり食べた。でもだから、もう一本パンを用意するだけって言ったのになんで食べちゃうかな。まあ俺も食べるって言ったけどさ、冗談で。いやいやいや、食べるってのは反則だろ。そうかな。これは驚きましたね。ミス迷いの発想力は斬新だ。
謎は解けたし、あだしは美味しかったし、みんなが幸せになれる答えだと思うな。でもさ、最初にレイドさんが言ってたじゃないか。そう、全く同じパンを追加する。そうそうそう、言ってましたから。だから食べちゃったらね、全く同じパンにはならないから。あれ、そうだっけ？ええ、残念ながらこの答えでは正解とはならないのです。そうだね。だから、あれだな。横に並べて、漢数字の3にするとか、ダメですか？横から見たら漢字の3。まあ、それだったら別に追加しなくてもね、2ってことでいけるんだけどさ。そうですね。二人とも別の答えはもうありませんか？ちょっと思いつかないですね。こういうの得意じゃないし。お二人ともいい発想されますから、すぐに謎解きにもなれるでしょう。あ、答え教えてくれんの？こんなずれ重要な点、それは増えたパンの角度だったのです。角度。新しいパンを垂直に立てて、1と1の間に置くと。ああ。なるほどね。1.1。あ、そうか。そうか、別に横にしなくてもいいんだもんね。そうか、確かに11よりもだいぶ少なくなったね。あ、そうか。ああ、この発想は出なかったな。え、その通りです。謎を解くには、一つの方法だけでなく、様々なやり方を考え、柔軟に考えることが必要不可欠なのですよ。あ、ここにね、謎見さんもいればな、テンション上がっただろうな。ふっ、なかなかやりますね、レイドさん、みたいな。メガネをクイってあげながら言ってたでしょうね。なるほど。謎ってなかなか面白いですね。まあ、また同じ問題を出されても、私はやっぱり食べるけどね。だから、同じものって言ってるでしょ。でもこうやって頭を使うのはやっぱり向いてないかも。いや、そういう仕事してましたよ、あなた。私たち脳みそよりも小麦粉をこねくり回す方が向いてるから。そうですか、パン屋さんという言うには不思議な雰囲気をお持ちですが。しかし謎は無理強いするものではありませんからね。ぜひ興味が湧いたら、あなた方も謎解きに挑戦してみてください。もう先生ってはクロワさんが焼いてくれたパン、冷めちゃいますよ。まあもう、迷いちゃんは食べちゃったけど。びっくりするくらい美味しいんですから。おっと、つい謎の話になるとね、長くなってしまいましたか。この子、いい食べっぷりじゃないの。私も嬉しくなっちゃうよ。僕、クロワさんのパンならいくらだって食べられますよ。え？ルフク君、え、何？なんかどういうことだ？なんか、褒めたんじゃないのか、今。言っちゃった。え？別にパンのことはバカにしてないんだけどな。嬉しいね。それなら私のとっておきを出そうかね。何ですか？超特大パン祭りが繰り広げられるのかな。持ってくるからちょっと待ってなね。さあ、で僕はそろそろ明日の仕込みをしないと。そうだね、私もそろそろ明後日の仕込みをする時間から。気が早すぎないか、まえちゃん。さすがに。明後日だぞ。ダメになるぞ、そのパン。先生、今のは？これは何かとてつもなく危険なものが迫ってる気配だ。え？超特大パンが。おお。まあ、た。でかっ。でも、クロワさんの顔見えないもん、これ。でかすぎて。ターンと食べておくれ、ただし。パンを残したりなんかしたら、私は容赦しないからね。これは。あれ？ちょっと、なるほどさ、迷いさ。みんなで食べた方がね、美味しいですからね、パンは。ルーク、どうやら我々は、逃げるタイミングを失ったようだ。絶対無理じゃん、あんなでかいの。食べたの？頑張りましたね。ふうふう、お腹いっぱい食べましたね、先生。ああ、こんなにたくさんのパンを食べたのは初めてだよ。ああ、そういえば、マホーネさん遅いですね。そろそろ夕飯も終わってしまいます。まだ帰ってきてないんだ。彼女がいたのは市場だったね。私たち様子を見に。あれ？おやおや、こんな時間にお客さんかい？悪いけどもう店じまいよ。おっとやばいぞ、これは。いました。あそこにいる奴がそうです。
あの男か。やばい、バレてしもた。ちょっとなんであんたたち勝手に入ってきて。ちょっと、やばいですね、これはね。えいどけ、気を要する剣なのだ。何するんだ。そこの尖った頭の基礎、え？なるほどくん？尖った頭って、もしかして、僕のことですか？貴様以外、いささかなりとも尖った頭のやつがどこにいるか。いないですね。え、なんでなるほどくんが、どうやらこの部屋には見当たらないようですね。僕もシルクハットをかぶっておけばよかった。似合わないだろうな、シルクハットは。ニットキャップとかなら似合いそうだな。うん、ごちゃごちゃ言ってないで、さっさと来るがいい。来るがいいってどこへですか？決まっているだろう。裁判所だ。え、裁判所？なるほどくんが裁判所？妥当な判断だな。いやいや、でもなるほどくんパン屋なんでね。ちょっとなんかパン屋がちょっと裁判所に行ってもしょうがない。裁判所？これはさ、あれかな、どういう、あれで呼ばれてるんでしょうね。罪人として呼ばれてるのか。何をやったんですか、なるほどさ。そうだよ、何をやったの、なるほどくん。何もしてないよ。僕は基本的に小麦粉をこねているだけだし。ふん、裁かれるな、その男ではない。では、なぜミスターなるほどが裁判所に行かなければならないのですか。もちろん、あの女が指名したからに決まっておるわ。あの女？あの女とは？その女こそ、その罪の裁きを受ける者。憎むべき魔女。魔法で語るじゃん。おっと、これはよくわからんことになってきてるぞ。なんで魔法姉さんが。え、魔法姉さん魔女なの？どういうことなの？なんなのこれは。で、なぜなるほどくんが呼ばれたのかと。あ？師匠に送られる謎リスト。あ！いやー、解くの忘れてたのが2個あったということですか。なるほど。まあ仕方ない。まあじゃあ次回ね。じゃあ次回は？法廷の話になるのかな？まあいいや、ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。